ところに楽ちん界という穏やかな世界がありました。ある日、そこに保管されていたウイルスの親玉、アングラーが逃げ出し、地球へと逃亡してしまいました。困った楽ちん界の女神、マヤは麦丸にアングラー捕獲を命じました。けど、楽ちん界の者が地球で魔法を使うと暴走してしまうのでした。そこでマヤは地球の人間にこれを使ってもらってアングラーを捕まえるようにと魔法のバトンを麦丸に託しました。そんなこんなで地球に着いた麦丸は偶然出会った小麦に手伝ってくれるようお願いしました。魔女っ子のコスプレに興味があった小麦ちゃんは事の重大さを考えずにノリと勢いで了解しちゃいました。というわけでマジカルナース小麦ちゃんが誕生したのでした。いきなり基本設定をこんなに省略しちゃっていいもんか。細かいこと気にしない気にしない。じゃ一番小麦いきまーす。
前からリクエスト多かったんだ。そうしたらゲームメーカーさんからうちで作らせてくださいって言われてさ、もう私もシロちゃんも大喜び。ウハウハなゲームがいいわけ。はぁ、でも小森ちゃんのウハウハなシーンなんて見たって誰も喜ばないもんね。言いたいことはそれだけか、エロウサギ。私はそんなゲームに出るつもりはない。おかしい、本当のこと言ったのになんで怒られるのもぎ。全く成長しない小麦ちゃんに言われるなんて。まだいるか、このくの。カルテ01、小麦つく小麦ちゃんゲームを作ろう。小麦ちゃんのゲームか。確かに今まで出なかったのが不思議な話よね。でしょでしょ、私も企画から参加させてもらえるんだ。ってことは小麦ちゃんお好みのゲームを作ってもらえるってわけ。すごいわね。えへへ、とりあえず今回はドリステオンリーだけど、売れたら他の機種に移植するかもって話なんだ。それに売れたら当然印税とか入ってくるし、キャラクターグッズだって出ちゃうかも。にゅはははいっぱい売れるといいにゃ。はっ、どうせすぐにワゴンセール980円に値下げよう。あんたのゲームなんか売れるわけないもんね。思えばめぐみさんじゃありませんか。やきもちとはみっともないですにゃ。違うわよ、最近はゲーム全体の売り上げも下がってるし、冷静に考えた上での結論よ。そうね、今時ゲームで人儲けなんて夢みたいな話あるわけないし。こら、夢も希望もないことを言うな。だったら売れるようなゲームにすればいいんでしょ。まあそういうことだな。だったら同じ事務所の人間としてみんなも考えてよ、どんなゲームにしたら売れるか。難しいわね。売れるゲームなんて簡単に言われても。じゃあこんなのはどう？やっほーい、マジカルアイドル麦麦小麦ちゃんだぞーい。悪い子たちは私の魔法でやっつけちゃうぞ。っていう感じで小麦ちゃんが魔法使いになって悪い人たちをやっつけてくゲームはどうかな。どうっていうか、それ実話だし。実話？あ、いやいや、なんでもないない。うわっは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 。危なかった、麦。ま、それはそれとして、他にはないかな。ゲームもいいけど、一般にも受けるゲームの方がいいんじゃない？ほほう、メグ
国にしては珍しくまともな意見ですな。うっさーい、聞きたくないなら言わないわよ。あ、ごめんして、教えてよ。例えばね、麦をゲームにするとしたら、例えば、お兄ちゃん、私もう子供じゃないよ。とまあ、ラブラブで萌え萌えなやつなら、色気不足の小麦でも多少はいけるんじゃないかと。さてと、仕事仕事。午後からドラマの撮影か。台本読んどかなきゃ。雑誌の撮影、行ってきます。シロちゃん、最低だよあんた。男の夢と希望をバカにするな、麦！シロちゃん、妄想に浸ってないで、そろそろ行こうよ。これからゲームの打ち合わせでしょ？おお、そうだったな。じゃあ、行くか。あいあいさー！おはよう。毎度、中原小麦とマネージャーがゲームの打ち合わせに参りました。
も出てこないね。こんちゃーっす。麦麦小麦ちゃんがゲームの打ち合わせにやってきたぞーい。萌え、あー、バグが、バグが、もうダメだ。ご足労いただきましてありがとうございます。我々が今回のゲームのプロデューサーです。よろしくお願いします。こっちこそよろしくなんだ。楽しいゲーム作ってね。ええ、それはもちろん。じゃあちょっと社内を案内しますね。こっち。アイコラの素材写真が欲しかっただけみたいだな。暇なんだね。いやー、どうもすみません。社員が興奮しちゃいまして。あ、いえいえ、別に気にしてないですよ。
私のファンなんだし。そう言っていただけると助かります。それでは早速ゲームの内容についての話なのですが、社内の方でいくつか考えてみましたので、中原さんたちのご意見を聞かせてください。はーい。どんなゲームかにゃ。まず最初に、中原さんが実は魔法少女だったという設定のアクションゲームです。なんでみんな同じことばっか考えるんだろう。ああ、その意見は先ほど却下されました。そうですか。魔女っ子のコスプレなんかよく似合うと思ったんですが。では次のアイデアですが、中原さんを使ったガンアクションゲームです。力の限りレンダーする麦。レンダー麦。失敗麦。お前ら、何私を蜂の巣にしたいのか。そっちの貴様、ルナやめぐみの回しもんだな。何の話ですか。落ち着いてください、中野さん。もうあんたらには頼まん。こうなったら、あたし自らが企画を立てる。あたしの、あたしによる、あたしのためのゲームにしてるかい。それぐらいは普通の条件だな。で、肝心の内容を説明させていただきますと、ロールプレイングでアドベンチャーでシミュレーションでパズルもあって、シューティングでカーレースでアクションもあったりするゲームなのだ。ですが、そんなに盛りだくさんとなると開発費がかなりオーバーしてしまいます。取らぬタヌキの恩恵だ。開発時間もかなりかかってしまうと思うのですが。